お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。佐世保準決勝となっておりますので展開予想していきたいと思います。まずは佐世保 400m バンク、直線が 40.2m と短いです。1着の決まり手、逃げ28、まくり34、差し38、どのタイプの選手でも力を出し切れるバンクとなっております。2着、逃げ18、まくり15、差し23、マーク44、圧倒的にねライン決着が多いと、まあ、なかなか荒れないんですけど、荒れたらドッカーンということになるんですけどね、ちょっとドッカーンすぎるとね、なかなか狙いが絞りきれないというところもありますので、まあ、ここを無理にして高配当を狙うよりはガチガチのところにね勝負をかけていくバンクなのかなと思います。それでは10レースメンバーを見ていきましょう。1番森沢、2番中川、3番伊藤、4番坂本、5番原、6番大野、7番村田、8番佐藤、9番池田となっております。ラインを確認していきます。4、1、9、4番の坂本に1番の森沢、9番の池田が回ります。2、8、6、2番の中川に8番の佐藤、6番の大野が固めます。3番7番、3番の伊藤に7番の村田、5番の原は短期ということで、3対3対2対1、3分線プラス1ですね。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。4番の坂本、バック5回ホーム8回、逃げの決まり手が1、まくりが4、差しが4、マークが0とね、まくり差し先行、オールランドプレイヤーです。2番の中川、バック2回ホーム3回、逃げの決まり手が1、まくりが3、差しが1、マークが1の、こちらもねまくり差し先行、オールランドプレイヤーと、そして3番の伊藤、バック5回ホーム2回、逃げの決まり手が2、まくりが11、差しが0、マークが0ということで、こちらもねまくり一発ということで、5番の原、バック0回ホーム0回、逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが2のマークが0と、先手ラインに乗っていって短い佐世保の直線コース見つけて突っ込んでいきたいというところですよね。スタートはここね本格選考がいないということなのでね、まあどの選手も前々行きたいんじゃないかと。そうなれば1番の森沢がねスタートを取る、4、1、9と、2、8、6が中段、3番7番がいて、5番、まずはね3番7番あたりを追走していくのかということで、赤番で3番7番がインを切りに行きます。これは中段取り、ここに5番の原がついていって、2、8、6、4、1、9と、あとは2番がかますのか4番がかますのかという展開ですけれど、ここはねやはり2番の中川が必殺のかましを繰り出すと、2、8、6で先制、3番7番が中段、5番がいて、4、1、9と考えましたので、まあ、こうなればね2番の中川の番手を回る8番の佐藤、絶好の展開になってくるということなので、ここは8番の佐藤から狙っていきたいと思います。そして抑えは4番の坂本がかましていた時ですよね、1番の森沢がしっかりと仕留めるということで、まずは8番からラインの前後、2番6番をつけて、そこに襲いかかってくる3番の伊藤、1番の重沢ということで、8から2、6、3、1、折り返し前、こちらが本線ですね。そして8からの抜け、4番の坂本がまくり追い込んでくると。あとは1番の森沢から4番、9番、ラインの前後をつけて、そこに襲いかかってくる3番の伊藤、2番の中川ということで、1から4、9、3、2、こちらでね、10レースは狙っていきたいと思います。それでは11レースメンバーを見ていきましょう。1番井上、2番杉森、3番渡辺、4番岡田、5番笠松、6番蛭田、7番小川、8番志田、9番山田となっております。9、1、7、9番の山田に1番の井上正樹、7番の小川が固めます。2番4番、2番の杉森に4番の岡田、6番3番、6番の蛭田に3番の渡辺、8番5番、8番の志田に5番の笠松ということで、3対2対2対2、ライン4分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。9番の山田、バック5回、ホーム4回、逃げの決まり手が3、まくりが7、差しが8、マークが3と、まくり差し先行、オールラウンドプレイヤーと。2番の杉森、バック1回ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが10、マークが2と、こちらは差しまくりの選手ですから、先手ラインに乗っていって、ショートまくり、3半まくり追い込み決めていきたいところですね。6番の蛭田、バック8回ホーム10回、逃げの決まり手が5、まくりが3、差しが0、マークが0、まくり先行タイプと。8番の志田、バック17回ホーム13回、逃げの決まり手が7、まくりが8、差しが0、マークが0と、まくり先行タイプということで、まあ、ここね、全員が全員、
まくりたいタイプの、ただ8番のシダバック17回持ってるんですけれど、まあ、しぶきがね、けれどもかましということになってきておりますので、後ろからねしっかりと抑えてかけれる選手だと、ここね、ありがたいんですけれどというところで、スタートなんですけれどもね、9番の山田がもう受けて立つんじゃないかということで、917が前、24が後ろ、6番3番が後ろ中段、8番5番は外枠引いておりますね。後方からの仕掛けと。赤番で、まずは8番5番がインを切りに行けます。6番3番がいて、2番4番917。じゃあ、あとは誰がかましていくんだということになるんですけれどね。まあ、ここ、かましていくんだったら、6番の蛭田なのか、それとも9番の山田洋平なのかというところでね。まあ、ここはね、山田洋平がね、一気に行ってくれるんじゃないかということでね。じゃんで917発進。8番5番がいて、6番3番、2番4番ということをね、考えましたので、ここはね、9番の番手を回るね、1番の井上先から狙っていきたいと思います。そして抑えなんですけれども、8番の志田が逃げていた時ね、5番の笠松からということで、まずは1番井上まさきから9番7番ラインの前後をつけまして、そこに襲いかかってくる8番の志田、2番の杉森ということで、1から9、7、8に折り返し前、これが本線ですね。そして1からの抜け、6番の蛭田、5番の笠松ということで、まあ1番の井上からね、少し手広く行きたいと思います。そして抑え、こちらもはね、かなり入ればつくのかなということで、後輩と狙い、5番の笠松から、8番の志田が粘りに粘る、9番の山田洋平のまくり追い込み、2番の杉森のまくり追い込み、6番の蛭田のまくり追い込みということでね、5から8ライン以外は自力をつけまして、5、8、9、2、6折り返し、こちらでね、佐世保11レースは狙っていきたいと思います。最終12レースメンバーを見ていきましょう。1番和田、2番武藤、3番久米、4番坂田、5番和田、6番瀬戸、7番郡司、8番山口、9番森田となっております。ラインを確認していきます。7、1、5、7番の郡司に1番の和田、5番の和田圭が回ります。9、2、3、9番の森田に2番の武藤、3番の久米、6、8、4、6番の瀬戸に8番の山口、4番の坂田ということで、3対3対3、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。7番の郡司、バック11回、ホーム4回、逃げの決まり手が4、まくりが7、差しが5、マークが1と、まくり差し先行、オールランドプレイヤーですと。9番の森田、バック11回、ホーム6回、逃げの決まり手が3、まくりが5、差しが1、マークが1、まくり先行タイプですね。6番の瀬戸、オバック3回、ホーム4回、逃げの決まり手が1、まくりが4、差しが0、マークが1、まくり先行タイプと。まあ、本格選考はここもね、不在というところなので、かまし合戦になっていくのかと。スタートはね、郡司が受けて立つということで、7、1、5、2番の武藤がいますので、9、2、3が中段、6、8、4は外枠引いておりますね、後方からの仕掛けと。赤番で、6、8、4がインを切りに行きます、9、2、3が切り替えて、7、1、5。あとはこうなれば、9番の森田が車間を開けて、7番の郡司を牽制、そしてジャンで一気に9、2、3先制、6、8、4が中段、7、1、5が後方からまくる展開と考えましたので、こうなれば9番の番手を回る2番の武藤をさばいて抜け出すということでね、2番の武藤から狙っていきたいと思います。抑えはもちろんね、7番の郡司もここは玉返しということで、まずは2番の武藤から9番の森田、3番の久米、7番の郡司、6番の瀬戸ということでね、2から9、3、7、6折り返し線。特にね、2から7ですよね。2、7、7、2の折り返しっていうのは特注かなと思います。そして7番の郡司から、もうここは致し方なしということで、1番の和田健太郎が入ればね、玉返し。5番の和田圭が、1番の和田健太郎のね、後ろからしっかりと差し足を伸ばしてくる。9番の森田が粘りに粘る。6番の瀬戸、なんとか決勝に残れるか。8番の山口が、瀬戸の行為から抜け出しを狙うということで、7から1、5、9、6、8。こちらの方でね、佐世保12レースは狙っていきたいと。まあちょっとね、佐世保やはり直線が短いだけに、連日ね、そこまで言うほどね、高配当が飛び出していないと。2位予選は高配当飛び出したんですけどね、10万円オーバーの車券ということになってますね。ここはなかなか狙いづらいと。それ以外は3連単でも車券を切るレース、2位予選はね、続いてしまったということがあります。ということなのでね、まあ準決勝もね、まあそこまでのね、荒れるレースっていうのは少ないのかなと思いますけれど、まあ荒れた時っていうのは本当ね、でかいのが出ますので、まあそのでかいのをね、しっかりと仕留めていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。